はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はセンター追加こちらが来ましたので動画の方を撮っていきたいなと思います。はい、ということで早いものでシリーズ2も12ポジション目の、追加となりました。まあ大体、シリーズごとに選手20選手から22選手ぐらいまでの、幅で登場することが多いので、まあもう半分以上が、経過しているっていうところをこのシリーズ2も来ているんですが、まあ今回はセンターということでいろいろ見ていきたいと思うんですけど、やっぱりセンターはですね、皆さんご存知の通り能力の高い選手が非常に多いです。でまあさらにそのセンターの、能力の高さというところを押し上げた能力変動とかも今回ありましたので、まあそこを中心にねまずは見ていきたいと思います。ってことで今回のラインナップ的にはこんな感じでございまして、まずはいつも通り12選手の能力ポイント解説やっていって、でその後今回ドラフトスカウトが来ているんですが、小森の方からですね、まずはこの動画の中で回していきたいなと思います。ってことでまずは能力チェックからやっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで早速見ていきましょう。まずは西武金子選手ですね。はい、こちらに関しては、3ステの変動がシリーズ1からはありませんでした。61、55、84というステータスですね。ただ、守備査定の部分で補給の能力が大幅に、上がっております。プラス14という査定ですね。まあなかなか一気にここまで上がることは、多くはないので、まあこの査定はかなり良、かったかなと思います。であとは、相変わらずレフトの方がね適性が高い、査定になっていて、限界突破0でいける形になってます。まあもちろんセンターで使っていただくのもいいんですが、レフトで使うのもね、かなり適性的には、まあレフトの中で76持ってる選手もそうそういないので、まあ、そこはやっぱいいかなと思いますね。続いてソフトバンク柳田選手ですね。はい、こちらに関してはミートパワーがそれぞれシリーズ1からプラス1アップの査定になっております。まあ、ただここに関してはアニバーサリーでも登場しているので、深くは割愛しますが、まあ通常でもやっぱり強いなっていうところが、間違いなくわかるかなと思います。あとはベストナイタイトホルダーというところも登場確定してますので、まあアニバー通常まだ取れてないよっていう方に関してもベストナイタイトホルダーがっつり回す予定があれば、まあまあ無理しなくてもいいかなっていうところでありますかね。続いて楽天辰巳選手でございます。はい、こちらに関してはパワーがプラス3のアップ査定になりました。58、67、80というね、能力査定になっています。で、あとはやっぱり相変わらずの高い守備力ですね。センターの守備が82の A、 そして肩88、この2つがかなり素晴らしいかなと思います。あとは守備積極なのも非常に大きいかなと思います。あとは特殊能力とかに関しては変動ありませんでした。続いて、ロッテ荻野選手ですね。はい、こちらに関しては3ステの変動なく、守備能力も変動なく、特殊能力も変動なくというところで、まあ、全く、変わってない能力になっているんですけれども、まあなんか今回のこの荻野選手の写真めちゃめちゃ爽やかでかっこいいっすよね。白い歯もこぼれてていい写真だなと思います。続いて日本ハム西川選手ですね。はい、ここに関してはミートがプラス1アップという形になりまして、称号でミート A が狙える形になりましたね。これ非常に大きいかなと思います。であとは守備査定なんですが、守備ステーですね、補給スローイング肩の部分が若干落ちました。まあ特に補給と肩に関しては D を切ってしまったので、そこは若干痛いかなという感じです。であとはこの西川選手に関してはね、今ポスティングの申請を、出されておりますので、もし MLB 移籍ということになれば来季は、ワールドスターという感じになるかなと思います。まあもしかしたら日本ハムの通常で出るのはこれが最後にしばらくなるかもしれないなっていう感じですね。続いてオリックス佐野選手ですね。はい、こちらに関しては通常の S ランク初登場になりました。でまあ能力的には59、58、80ということで圧倒的な総力型っていう感じであるんですけれども、それ以上にやっぱり特殊能力の部分ですね、盗塁20丸走塁回内野安打っていう、もう完全に走塁特化の特殊能力を持っていて、でまあなおかつ走塁と盗塁も積極なので、この辺はかなりまあもうダイソーという部分ですね。まあスタメンで、オリックス純正の方とか使っていただくのももちろんいいと思うんですけど、まあ、ここまで総力に特化されてる能力だとやっぱダイソーで使いたくなるかなっていう感じですね。続いて巨人丸選手でございます。はい、こちらに関しては能力の変動はありませんでした。証拠でミート A が狙えて、特殊で守備 A も狙えるよという能力になっています。まああとはここアニバーサリーでも登場してますし、まあおそらくベストナイダイトホルダーとかもね、出てくる可能性高いかなとは思っていますので、まあ細かいところは割愛します。続いて DeNA 梶谷選手ですね。はい、こちらに関してはまあ今日ね、いろいろな報道もありまして、まあちょうどねホットなタイミングかなというところであるんですけれども、まず能力の部分めちゃめちゃ上がりました。ミートがプラス16の大幅アップ査定ですね。まあ、A ランクの時点で若干能力変わっていたんですけど、さらにアップしてきたっていう感じです。で、パワーの部分もプラス6のアップ査定ということで、称号で稲妻かながつけられると全動値がいけるよっていう能力になっております。でまあね、今日報道ありましたけれども、おそらく FA で巨人への移籍がもうほぼ確定という感じみたいなので、 DeNA のユニフォームをね、着て通常の下ランクとして出るのはもしかしたらこれが最後になるかなっていうところではあるんですけど、まあもうこの梶谷選手は絶対に取りに行かないといけないですね。はい、狙っていきたいと思います。続いて阪神近本選手でございます。はい、こちらに関してはミートがプラス5のアップ査定、パワーがプラス2のアップ査定という能力で出てきました。
まあ結構近本選手に関してはね、査定なかなか渋い査定をねずっと受けていたところもあったと思うので、まあこのアップ査定は特に阪神ファンの方は嬉しいんじゃないかなと思います。ただまあ守備に関してはね、査定はあんまり変わってなかったですね。まあここに関してはまあシリーズ1以降、来シリーズのシリーズ1以降もしかしたら上がるかもなっていう感じではあると思うんですけど、まあこのシリーズ2では変動なかったっていう感じですね。あとは特殊能力が一部変わってます。走塁のところが盗塁に、チャンスメーカーだったところがチャンスになってるかなっていう感じかなと思います。続いて広島西川選手でございます。こちらに関しては3世の変動はありませんでした。称号でミパ同値が相変わらず狙える能力になってます。あとは、守備とかも特に変わっておらず、まあセンターがメインではあるんですけど、レフトの方が適性高いよっていう適性になっていて、特殊能力は一部変わってるっていう感じですね。はい、ここに関しては、何が変わったんだかな、走塁かな、走塁が固め打ちになってチャンスメーカーがチャンスになったっていう感じですかね。続いて、中日大島選手でございます。まあここに関してもステータス特殊能力すべて、変わっていないっていう感じなんですけれども、まあベストナイトホルダーですねの部分が、今年も確定しておりますので、まあそこで、取るというのも、一つありかなと思います。で最後ヤクルト山崎選手ですね。はい、こちらに関しては1年ぶりの通常 S ランク登場という形になっているんですが、その1年前に比べてですね、総合のセータス、ミートパワー、走力、補給、スローイング、肩全部合わせてですねプラス30のアップ査定になってるんですよね。といったところではこの1年での成長かなり大きいなと思うんですけれども、まあまだまだね、この山崎選手に関しては能力上がる可能性秘めているかなと思いますので、来シリーズ以降のね能力にも期待かなという感じでございます。はい、ということでまあ以上12選手見ていったんですが、ここからですねガチャの方を回していきたいなと思います。でとりあえず今回小森スカウトですね、最初にも言いましたがこっちを回していきたいなと思います。でまあここでもし梶谷選手が出なければ、まあちょっとね後日生放送で出るまでガチャをやろうかなと、こっちのドラフトスカウトの方で出るまでガチャをやろうかなと思っております。まあおそらく明日かな、明日か明後日ぐらい、週末のどこかでやれたらいいなと思っております。まあただここで出ればね、まあそれはなくなりますので、まあ最悪ねドラフトスカウトだと13万かかっちゃうんで、まあなんとかここで当てれたら嬉しいなっていう感じであります。じゃあ行きましょうか。久々ですね小森ドラフトスカウトに関しては、前回エースが来た時にも一応ドラフトスカウトが出てるので、まあそこでね、ガチャ回してる方はまあまたドラフトスカウトかっていう感じになってると思うんですけど、まあ僕はちょっと回せてないので、ドラフトスカウトに関しては久々ですね。さあやっていきましょう。割と小森ドラフトスカウトって個人的に相性いいイメージあって、最近特に今年に入ってから2020シリーズは本当になんか動画的な展開一切関係なくもうサクッと出しちゃうみたいな展開がよくある気がします。山川選手が2連チャンで出ましたね。 OK、 やるだす。さあまあまあ最初は静かな幕開けでしたと。さあ2回目、いやーまあ今回はそうだな、20連以内に出したい。20連以内に出せればまあまあ全然 OK かなっていう感じですかね。さあ前半戦で終わることができるか。うん、渋い。まあちょっと昨日のねバリュースカウトも、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっと確変終わってきた感ありますよね。 OB 第2弾のガチャめちゃめちゃ良かったけど、ちょっと確変終わってきた感ある。さあ30連目、じゃあ3回目、15連目ですね。合計いきたいと思います。お、調子くん列5演出いいよ。さあまあ A ランクも小森ドラフトスカウトは確定している部分ありますので、まあそこも引きたいし、一刻も早く終われるなら終わりたい。さあどうなるか。調子くんが飛ぶ、にっこり。いやーまあまあまあそんな簡単には来ないか。おお、 A ランクの梶谷さんが来ました。あー、そっちが来たか。まあまあまあ OK です。おお、2枚来ました。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、これ触れていいかな。梶谷選手からの清水選手の流れ、ちょっと思い出すものありましたね。まあ気になる方はちょっと検索してみてください。はい、さあもう1枚来るか来ないか。はい、 OK です。ありがとうございます。ちなみにこれでちょっと梶谷選手もね A ランクが唯一自チームの中で当たってない不吉な感じになってたんですけど、あでもそっか、今日浜口選手が追加になったんだな。じゃあ浜口選手も狙っていきたいと思います。さあまあでももし移籍となってもね、いつか梶谷選手とかに関してはタイムスリップとか出る可能性もまあまあ、いやでもまあしばらくはないだろうな。うーん、まあそれはさすがにないかなっていう感じありますけども、まあでもどこに行っても頑張ってほしいですね。うん、まあそこに関しては本当にそう思います。さあドン、はい、出なかった。 OK ってことで結局前半戦終わっちゃいましたね。20連終わっちゃいました。残り後半戦行きたいと思います。さあ一刻も早く終わろう。調子くんレッツゴーインス。ああれ、なんかこれちょっと巷で噂になってましたが、レッツゴー演出からの白文字は S ランク確定みたいな、なんかコメント欄で見たぞ。どうだ、それは実証なるのか。あれこれ確かいけるパターンなんじゃないの。どうなんだろう、わかんない。さあ、あー、ニッコリ来た、確定来た。さあ終わり、終わりました。あとはじゃあ梶谷選手が出るか他が出るかって感じですね。ドラフトスカウト回避なるか。どこで来る。3枚目来ない。4枚目かな。4枚目
荻野貴司選手でした。ということで、まあ結果梶谷選手は出なかったので、まあじゃああれですね、本ちゃんの方ドラフトスカウトの方を、まあ近日生放送の方で回していきたいなと思います。まあもしちょっと生放送できそうなスケジュール感取れなかったら、まあ動画になるかもしれませんが、ちょっとそこはまあどっちかでやりたいと思いますので、まあ近日梶谷貴之シリーズ2当てるまでドラフトスカウト終わりません。お楽しみに。ぜひこの動画良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。